訳ありダイエットウォーク。LGBTQ の Q、クイアのマコネです。今日は3月19日。この訳ありダイエットウォークは、私が、出勤途中、朝4時15分、ごめんなさい、4時45分、今46分だね。46分ぐらいから歩いて片道40分のところを出勤します。毎朝じゃなくて、日曜日、日月火水木の5日が毎週。うん。まあ、その時に歩いてるの暇だったんで、何かしながら歩こうと思って考えていたのが、このポッドキャストの始まりです。そんなわけで今日も、テーマに沿ってお話していきたいと思うんですが、まあ、今週は、まあ、私の場合日曜日がスタートなんだけど、今週はね、今週のお休み、金土、まあ実質朝帰ってきてから、お休みだから、まあ木金土ってところだな。私の場合は、木曜日の朝9時に帰ってきてから、日曜日のこの時間までお休みなので、うん。まあ、他のね、スポーツジムのお掃除の手伝い出たりするので、まあ、全く仕事がないわけじゃないんだけど、でもまあ、それなりの時間拘束される、仕事は、お休み。と言ってもこの朝の仕事ね、歩いてる時間抜かせば3時間弱なので、まあね、一般のお仕事されてる方に比べれば、私の拘束時間なんか、ものすごい短いけどね。で、その休みの間私が何やったかというと、今週はもうずっとじゃなかったけど、まあ、大体パソコンの前にいた。うん。私のパソコンは、立ち机の上にノートパソコンパって、古いシンクパッド、まあ、改造中にした、ノートパッドが点と乗ってて、まあ、立ちながら作業するって感じなので、どっちかというと、家に間、パソコンの作業してる間は、まあ、ずっと立ちっぱなし。うん。そう。前はね、普通の座る椅子に座ってたんだけど、座る椅子に座ってると、集中できないんだよね。集中力が途切れるのが早いんだ。なんか、そう。で、集中力が途切れると、もうさ、椅子より低いところで床にゴロンしかないじゃん。私の部屋はカーペットで、お布団で寝てるから、その頃はね、のめしでさ、毎日布団を上げることしなかったから、今は毎日布団を上げてる。寝ないように。横にならないように。まあ、それで、椅子だった頃は、まあ、もう、飽きて、もう、それよりさ、なんかのんびりできるところは、もう、布団の上しかないから、布団にゴロンとすると、もうそのまま寝ちゃったりとか、そう、お酒飲みたくなっちゃって、ビール買ってきちゃったりとか、まあ、そんなことをしてたから、まあ、これはいかんってことで、立ち机にしたの。うん。立ち机にしたところ、立ち付けすると同時に、布団も上げるようになったから、そうすると、疲れて集中力がなくなった時に、じゃあどうするかというと、なんだっけ、俺今日いろいろ言葉が出てこないな。丸いボールの椅子あるじゃん。椅子っていうかダイエットクッションみたいな。あれなんて言うんだっけ、ダイエットバルーン、違うの。なんだったっけな。まあいいや。まあみんなイメージできるよね。ぽよんのダイエット用の椅子っていうか、まあクッションそう。私はね、あれをね、椅子代わりに使ってるの。そう。うん。そう、邪魔だとさ、片足一歩で動かせるしさ。そう。いざとなればさ、空気抜いてさ、しまうこともできるしさ。何気に便利。に使ってる。まあ普通のね、私の部屋には、まあ、割と大きい鏡台があるので、鏡台のところにも椅子があるんだけど、そう。鏡台の椅子はね、あんま普段使ってない。そう、メイクするときぐらいなもんかな。そう。メイクするときは、あれさ、ボヨンボールだとさ、そう、細かいところ集中できないから。そう。まあそんなわけで、今日、私はそういうポヨンを使ってるんだけど、うん。で、まあ、その机の例に載ってるパソコンはさ、まあ、シンクパッドのね、もう、Windows 7全盛の頃のシンクパッドだと思うんだよな。もしかしたらそれより古いかもしれない。もしかしたらビスタ世代とか。うん。あのね、ちょっとね、正確な鍵盤覚えてないけど、X201S とかだった気がするな。それを中古で、5年ぐらい前、Windows 10が出たぐらいの時に、中古で買って、で、メモリを、16ギガ以外まで上げて、SSD を積んで、で、CPU も、当時ね、規格が合ってた最新の、一番早い CPU に乗っけ替えて、そのまま使ってたの。だから、まあ、今となればね、今、最新のパソコンとか触るとさ、いやー、うちの遅いなとか思うけど、まあ、普段それしか使ってないと、あんまりね、支障を感じることはなく、まあ、時間がかかる作業は休憩時間だと思ってるし、そう、待ってなきゃいけないときは違うことやってるし、もう、だからまあ、新しいパソコン欲しいっちゃ欲しいけど、まあそこにね、リソースをかけるぐらいだったら、まあ、他に、必要なものは最優先するものがあるし、なんたって今は16時間断食の継続のために、食事をね、しっかりした食事を取ることが最優先だから、ね、そう、今日アップかな明日でアップかなちょっと覚えてないけど、もう一つのポッドキャスト、M キャストの方で、食品の安全性と、貧乏人こそ太るんだぜ、みたいな感じの、内容のやつをお話ししてるの。そこに戻るんだけど、結局さ、しっかりした健康維持をするために、しっかりした、食材を手に入れて、しっかりした、食事をしようと思うと、お金かかんのよ。今時の時代。そう。まあ、基本的な食材も高かったりするじゃん。そう。味噌とかさ、梅干しとかさ。そうそうそう。うん。当たり前、煮干しだっけそう。結局、大量生産されるものは、安いんだよ。安い。安いけどさ、でもそれが、本当体が求めてないものが入っていないかって言ったらそうじゃないものもいっぱいあるでしょ？そう。だから、安きゃいいってわけじゃなくて、安くて、人間の体が求めてないね。言ってしまえば、害になるようなものが入ってたら、害になるようなものを使って加工されたらと思うと、やっぱちょっとね、そう、16時間断食してて、もう徹底的にデトックスするぞって、自分にとっては、やっぱマイナスよね。うん。結局そういうものが安いから、みんなさ、お金がない人たちは、やっぱり、安くてさ、大量に食べれた方がお得じゃん。で、お金がないストレスってさ、もうお酒飲むかさ、食べるか寝るかしかさ、解消方法なんかないからさ、となると、安くて、量が多いものを買って、それを食べて、結果的に、もうお腹いっぱいになったってことにしてしまうよ。お金がないってことはね。となるとさ、やっぱりどんどん体に、毒素とか、いろんなものが溜まっていって、まあ、脂肪もそうだよ。溜まっていって、最終的に健康が悪くなって、さらに仕事ができなくなったりとか、精神的にバランスが悪くなったりとか、ほんともう悪循環の塊みたいなもんよ。それを全部16時間断食を通して、ライフスタイルもそうだし、睡眠もそうだし、お風呂の時間もそうだし、食事生活も全部、そっくり直していこうっていうのが私の16時間断食だから、それを考えると、やっぱね、今は、お金というかリソースのかけどころは、16時間断食が最優先なのね。うん。少なくても3年間は。だからまあパソコンはね、なるべく長持ちしてくれれば、まあ今のところそれでいいかなって。そう。それに、今さ、ほとんどの私の、まあ何回か喋ってるけど、ほとんどの私の作業は、ウェブ上のね、サービスを使ってるから、まあ、ネットが繋がってて、で、ある程度の CPU のスピードがあれば、まあまあ、それほど不自由はない。そう。あとは、動画作成に使ってる、ものも、ポッドキャストのね、音声の編集で使ってるものも、オフラインのローカルなソフトだけど、うん。それも変えるものを使ってるし、そんな機能が多いものあっても、ポッドキャストにさ、画像をくっつけるだけの作業がどれほどすごいソフトがいるかって話でさ、もちろんね、細かいことやろうと思えば何でもさ、できるよ。できるさ。そう。うん。できるけども、でもそこまでしなくても、と思ってて、そう、私はさ、動画クリエイターじゃないから、ただおしゃべりがしたいだけのさ、クイアだからさ、そんな難しいことしなくてもいいかななんて思ってるんだ。うん。そう。まあ、スプーンとかさ、多分スプーンでよね、私なんか誰も確認 しなかったから、全然考えなかったけど、スプーンかなってずっと思ってたのね。そう。でも英語でスプーンはスプーンだし、あれ、SPOON だし、まあ、スプーンよりもスプーンの方が正しい気がするな、と思って。今日からスプーンにしようかな。いや、スプーンでいいかな。まあ、気が向いた方向で喋るわ。スプーンみたいに、映像が載ってない、ポッドキャストが大前提だったら、まあ、パソコンなんか今のパソコンよりもっと低スペックのやつでもいいよね。そうそうそう。うん、優秀な編集ソフト。あるもん。オフラインで。しかも無料で。うん。そんなわけでね、週末というか、休みの2日半は、ずっとパソコンの前で、今までね、YouTube が本格始動する前に撮った、録音してたとか、収録してたとか、スプーンに発信した音声とかも含めて、可能な限り、もう、編集して、アップした。あとは、自動的に発信してくれるのを待つだけ。うん。で、その中でね、この週末に、まあ、突然というか、まあ、やらざるを得ないというか、いや、やろうと決めちゃったっていう作業があって、それがね、やっぱり一番の手間取ったかな。そう。まあ、何かというとさ、私ね、このポッドキャストをアップしてる、ヒルビル放送局、マコネの M キャストの他に、もう一つ、マコイズムっていう、YouTube チャンネルをやってるの。それは、現在は、日本語の動画は一つもないかな。そう、何を発信してるかというと、2月の頭だったと思うんだけどな、に、トルコとシリアで、大震災があったでしょ？そう。その震災の被災者に向けて、毎日、ショートムービーで、声援メッセージとかね、まあ、日本であった災害の教訓とかね、そういったものを毎日発信してるの。しかも、トルコ語とアラビア語と英語で。そう。その関係で、まあ、もともとは私ね、防災関係の NPO で働いてたんだけど、まあやっぱね、その防災関係の NPO を離れてしばらく経つと、無頓着になってるわけよ。喉元過ぎればなんとやらってよく言うもんですが。そう。まあそんなわけだからさ、まあ、日本国内であっても、海外なんかなおさらだし、日本国内であっても、自分の身近に直接関係ない災害に関しては、ああ、そうなんだ、大変だね、ぐらいしか思ってなかった、正直ね。正直。うん。でも、トルコの地震のニュースを見たときはさ、ちょうどもうすぐ72時間が経ちますって。まあ、要は、なんだかで埋まっちゃってても、まあ、助かる可能性がある時間の、確率が高い時間の72時間っていうものが、もう経過しますって時のニュースだったの。そう。まあ、と言ったって、私のさ、イメージした地震の規模からするとさ、そう。まあ、そんなにね、東日本大震災を上回るような大被害が出てるなんて思いもしないわけよ。ましてやさ、ウクライナとの戦争でさ、15万人ぐらいもう亡くなってるわけだ。15万人弱ぐらい亡くなってるだけで、まあ、何万人って規模で人が亡くなるような災害がさ、まあ、起こるなんて思ってもいなくてさ、思ってもなくて、で、まあ、2日ぐらい見て、トルコの地震、ああ、そういえば、トルコの地震ね、なんて見たときに、すごい被害が出てるわけじゃん。もうさ、それで私はさ、あちゃーというか、もう、参っちゃってというか、まあ、それでさ、スイッチが入ったんでね、ちょうど私がさ、YouTube で、ポッドキャストにする前に、普通の動画を上げたんだけど、そう、16時間断食の様子を、毎日のね、体重とかデータをアップする、ショートムービーで、公開するのを始めた頃だったんだよ。ちょうど、まだ1週間ぐらいだったかな。そう、それで、私にできることは何だろうっていうふうに考えたさ。そう、私も、防災に関わってきた人間の一人として、ここでさ、知らないふりは知られないと思って。うん。まあ、それで始めたのが、まあ、眠っててね、アカウントだけ作って、眠らしてた、アカウントを使って、シリアと、トルコと、で、シリアとトルコにいるだろう、外国人の人向けに、英語とトルコ語とアラビア語で発信始めたの。もしかしたらね、英語以外の選択が良かったかもしれないし、もう、1カ国語ぐらいね、あった方が良かったかもしれないけど、でもとりあえず今その3カ国。それを始めて、今日で34日目かな。そう。で、それと並行して、マコイズムの方でも、まあ、どうして私はそういう活動をしてるかとか、私がこういう活動を始めた経緯とか、なんかを、お話ししてたの。うん。英語と、アラビア語とトルコ語で。そう。まあ、実はね、そっちの方のチャンネルの方が、チャンネル登録数の伸びは、マコイズムじゃなくて、キルビル放送局の10倍ぐらいなんだよ。10倍以上、20倍ぐらいあるかな。そう。まあ、それでもね、まあ、ちょっとずつ登録者数がお互いね、増えてきて、まあ、マコイズムの方は、もし収益化までたどり着いたら、その収益の全てを、災害時に寄付するっていう公約のもとでやってるわけ。うん。だから、まあ、そう、まあ、まさに、社会貢献活動だよね。SDGs だよ。そう。誰にもできない。自分、誰かができる、このちっちゃいことから始めようっていう SDGs そのものだよね。そう。まあ、うわ、今日寒い。そう、今日すごい霧でね、200メートルはないな。そう。車運転したら怖いだろうな。歩いてるからそうってことでもないけど。うん。まあ、それで、この2日間、じゃあ、そのマコイズムで何をやったかっていうと、ちょっと待ってね。鼻水が。で、まあ、この休みの間に何をしたかっていう話になるんだけど、そう、実はね、14日だったと思うんだけど、トルコのさ、被害が大きかった、トルコ南部で、水害が発生したのよ。洪水で洪水。それで、仮設住宅とか、避難所が流されちゃって、やっぱりね、被害が出たわけ。そう。まあね、災害関係のニュースをチェックしないと気づかないようなニュースだったんだけどさ。そう。もしかしたらちょっと前に、韓国でもね、水害があったんで、まあ、水害の韓国は知ってるけどなっていう方もいらっしゃるかもしれないの。まあね、私はその頃は、他のね、災害に向けてなんか情報発信するなんて考えてもいなかったんだけど、まあね、そのトルコっていうニュースの中で、トルコで再びなんていう感じでされてたから、あっちゃー、こんなことが起こるのか、うわー、なんて思ってたの。そうしたらさ、そう、ハリケーンじゃない、サイクロンだ。サイクロンフレディって知ってる？これもね、そう、これはね、アフリカ南東部の、マダガスカルとかね、そう、モルディブとかだったかな、そう、マウイとか、あ、こら辺でね、被害が出てるわけ。そう、それもね、結構大規模な被害になってて、もう国際支援がバーって入ってるような感じなの。と、踏んでもってもう一つ、アメリカのカリフォルニアで、そう、カリフォルニア16日だったかな。で、大規模な、陥没っていうか、崖崩れが発生して、それも大きな被害が出てる。うん。まあね、カリフォルニアはね、2018年とか19年にも、まあ、同じようなね、大きいそういう土砂災害があったのよ。まあ、そんなのが立て続けに入ってくるもんだから、まあ、これはね、もう、まあ、ぶっちゃけね、まあ、チャンネル登録数をもうちょっと荒稼ぎするために、ショートムービーの方はね、結構回ってて、そうそう、そっからね、そっちはね、まあまあ順調に伸びてきてるというか、そう、まあ震災が1ヶ月以上経って、まあ落ち着きを取り戻してインフラが回復する中で、ちょっとずつ、インターネットを見る人も増えてきたってことだな。多分ね、それによって登録者数も増えてきたんだけど、そう、逆にね、ショートじゃない普通の動画の方は、まあ、投稿しなかったっていうのもそうで、コンテンツ不足もあるわけよ。そう。まあ、そこで、そこで、ぶっちゃけチャンネル者登録数と再生時間を荒稼ぎするために、やっぱコンテンツを上げなきゃいけないってことで、うん。まあ、それで、その3つのね、災害に対して、メッセージを、だいたいね、10分ぐらいのメッセージを作ったの。うん。で、そのメッセージの中身は、まあもちろんね、そう、哀悼の意をね、示すものも、もちろんそうなんだけど、それ以外に、じゃあ日本はどのように災害に対して、対応してるかとか、災害に対する防災教育がどうなってるかとか、いずれね、海外でも、大きい災害、特に日本なんか災害だらけだからさ、やっぱね、それなりに海外より進んでるのよ。そう。まあ、進んでないところもあるけどね。まあ、そこで日本ではどうなのかということを、それに乗っけて発信したの。で、その内容っていうのはね、まあ、私の自分で知ってる範囲もそうだけど、人工知能を使ってね、文章を作った。うん。ノーションだっけ？ノートだったっけな？そういうサービスがあって、私はまあ、唯一人工知能のサービスでお金払ってるやつなんだけど、まあ、それがね、まあ日本語でさ、書いたら日本語で返してくれるし、チャット GPT とまあ同じ仕組みだよ。API 使ってなんかしてんのかもわかんないけどさ、どうしてるかわかんないけど、そう、まあすごい高精度なんだよ。まあそれでさ、文章なんかさらさらって書けちゃうわけ。で、まあさ、思った通りの文章じゃなかったら、そうじゃないところをどういう風に書き直せって日本語でさ、指示すると書き直してくれるの。そう。で、まあ、何度か繰り返してるうちに、まあ自分のお気に入りの文章になるってことなんだけど、まあそれ文章を書くとゼロから考えるより、やっぱね、そう、20倍ぐらい早いわけよ。そう。まあ、それで文章を作って、で、そこの内容に問題ないか確認し、それを、翻訳し、で、マシンボイスで、お話しさせ、録音し、それをベースに、コンテンツを作って発信したって感じなんでね。で、発信したのはね、まあ、カリフォルニアのやつに関しては、英語とスペイン語。うん。で、カリフォルニアっていうのは実は、英語でお話しする方が70%。で、スペイン語で話しする方が 70% だけで 30% らしいのね。まあ、それも、そう、チャット GPT でさ、調べたら出てきたってだけなんだけど、うん。で、それで、その2カ国語、スペイン語と、英語で発信した。んで、トルコに関しては英語とトルコ語。うん。もうトルコ語はね、聞くと、なんとなく、あ、これトルコ語かなってわかるぐらい、なんか慣れてきた。まあ、英語はわかるわね。これでもね、一応、ドリンゴ使って、毎日英語の勉強してるんで。そう。で、フレディの方は、まあ、3カ国あるんだけど、それはね、ポルトガル語、英語、フランス語、その間3カ国で、国語で作った。うん。まあ、それでね、コンテンツを発信予約して、キャロフォルニアの、災害以外は、もう発信されてるかな。発信されてる。そう。で、キャロフォルニアのやつは、今日の11時ぐらいに発信されるかな。そう。そのね、発信時間とか、タイトルとか、コンテンツの中身も、みんなね、AI と相談して決めるわけ。うん。で、そう。だから、まあ、自分で考えてこうだろうと思って作ったものよりも、多分、全世界の人がそう思ってるだろうっていうものに、まあ、近いものができてると思うんだよね。そう。まあ、ただ、まあ、いろんな要因があるし、マコイズムの、チャンネルページも、細かいところまで突き込んでるわけじゃなくて、まあ、しっかりね、SEO 対策がされてるかといったら、まあ、そんなこともなく、まあ、タグに付けしても、まあ、チャット GPT 通して、どんなタグがいいかっていうのを確認して、それにつけてるんだけど、まあ私はね、AI がつけたさ、タグがさ、果たして本当に機能するかって言ったら、もうちょっと疑問を感じててさ、だってやたら長いんだもん。そう。タグでさ、私の中の感覚ではタグってさ、短い文章、短い言葉を、いくつも細切れにしてるような感じがするんだけど、そう、まあ私は検索するときはそうだからね。でもさ、チャット GPT とか AI が作ると、なんか、ちょっとしたね、3文字ぐらいの文章を合体させたみたいなのが多い。3文字とか2文字ぐらいの文章を合体させたってのが多くて、もしかしたらさ、私が求めてる言葉が、海外で一つの言葉としてないんじゃないかな、くらい思うぐらい、なんか違和感を感じてて、まあ、今回はね、まあ、しばらくそれを信じるけど、まあ、ねえ、とりあえず、そうやって発信してみた。うん。まあ、そんなわけで、まあ、そんなことをあれこれやってるうちに、もう二つね、チャット、キャットポストでさ、ポッドキャストで、私のね、キルビル放送局でやりたいポッドキャストの企画が二つあるんだけど、まあ、それはね、また全然手つかずで、そう、まさに今出てくる直前までね、そのコンテンツを作る準備をしてたんだけど、まあ、それは一つはね、商品レビューの、ポッドキャスト。っていうのはね、私さ、商品レビューをするの好きなのよ。そう、もちろんさ、アマゾンとかでさ、商品レビューをして、商品をもらい、お金ももらうっていうようなさ、サービスというか、そういうものが、裏バイトみたいのであるんだよ。そう、まあ、前はあった。今もあると思うんだよな。そう。だってもう、おかしいさ、これおかしいでしょみたいなレビュー結構多いじゃん。そう。うん。まあ、そういうのもあるんだけど、そういうのは、なんか、燃えないのよね。そう。ちょっとくしゃみが出そう。あとまた。燃えないっていうか、まあ、もう一回探してさ、まあ、どうせ商品レビューするんだったら、まあ、それもいいかなとか思うけど、うん。まあ、今のところ燃えない。で、どっちかというと、モニプラみたいなサービスで、ゲットした商品をレビューするのが好きなのよ。そう、モニプラって知ってる？そう、モニプラはね、あれ、モニプラは、企業と提携して、企業が、こういうレビューを、こういう内容で、SNS で、商品を使ったレビューとかしてくださいっていうのを、こちらが、じゃあやりますって手を挙げるの。で、それに対して、応募した人の中から抽選で、選ばれた人が商品をもらうと。で、商品もらったのを、そして、レビューして、まあ、決められてるところに、投稿するっていうのが、まあ、お仕事っちゃお仕事で、別にそれね、商品はもらえるけど、お金はもらえないの。うん。で、簡単なアンケートで、応募できて、まあ、商品が当たったら来るみたいな感じなんだけど、このね、アンケートとちょっとした文章がもう、合否の分かれ目なのよ。そのね、その合否の分かれ目のね、ドキドキ感というか、手軽さとドキドキ感が好きで、私はね、前はよくやってたんだけど、最近ね、ポッドキャストを始めた時に、なんとなくやってみたいなと思って、もう一回再開してみた。今ね、3つの商品が抽選で当たってて、大体ね、私の場合は、そうだな、10% か 20% ぐらいじゃないかな、当選確率が。うん。で、まあ、届いた商品は、スキンケアのものが一つ。もう一つは、サプリメント系が一つ。もう一つはね、まだ届いてないから、ちょっと覚えてない。まあ、それで、そのレビューを、本当はね、私はね、大体、インスタでハッシュタグつけて投稿すれば終わりっていうもので、まあ、動画である必要はないんだけど、まあ、それをね、わざわざ、ポッドキャストにして発信しようと思ってるコンテンツが一つ。うん。まだね、全然、妄想の中で作ってない。で、もう一つは、私はね、ここ3年ぐらい、ずっとさ、もう SNS 立ちして、もう死んだんじゃないかって言われたっていうのは、まあ知ってる人は知ってる話なんだけどさ、そう、その中でもう私はね、もう、早くお迎えが来てほしいなっていうのは、まあぶっちゃけ本音だったわけよ。そう、そんな私を、いや、お前クリエイターでしょってしっかりもう一回、コンテンツ作りの方に向き合わせてくれたのが、まあ、映画だったわけね。そう。で、その映画も、長岡市にある映画館の TJOY で、まあね、まあ、きっかけある映画から、現在というかまあ、この16時間断食始める前までに、だいたい、半年ちょっとで映画館で200本ぐらい映画見たかな。そう。うん。だって、食べるものとか全部我慢して、全部そのさ、お金とかを、映画に費やしたもん。うん。だからね、その映画館と映画に対してなんか恩返ししたいなと思って、今はさ、リソースを、16時間断食にもう全振りだから、お金、もうせっかく映画なんか見てる、行く暇ないっていうか、映画見に行くお金なんかないんだけど、そう。でもなんか映画館に対して恩返ししたいなと思って、映画のね、予告を見て、みんなにお勧めするような、ポッドキャストを考えてる。まあ、それはね、ほんと、長岡である TJOY で上映される映画だけ。だから、YouTube でやっても需要なんかないかもしれないけど、もともとね、私が Facebook でやってた、もうね、管理権を人に、移譲しちゃったんだけど、Facebook 長岡市グループっていうのがあって、そこは長岡のいろんな情報が集まるグループなんだけど、そこは、そう、今ね、6000人ぐらいのメンバーがいて、だいたい毎日投稿が10投稿ぐらいあるって言ったかな。そう。まあ、そこにね、ポストしようかなと思って、作ろうと思ってるやつなの。うん。そしてまあ、長岡の人がね、一作品でもね、まあ、1年に1回、2年に1回しか映画見に行かないって人が、もう面白そうだから行ってみようかなと思ってくれる人がいれば、まあ、それでよかったかなと思って、そういう活動の、ポッドキャストを、もうすぐ始めようと思っている。うん。まあ、もともとね、私高校生の頃に、地元その頃ね、大きい映画館がなくて、長岡市民映画館を作る会っていうのがあったんだけど、そこの会員になって、まあそこでね、高校生だけ声かけて、まあそこの映画館を作る会は、いろんなね、映画の上映会をしてたんだけど、そう、まあ高校生だけ集めて、高校生だけのチームで、夏休みを利用し、上映会をしようっていう企画をやったの。うん。そう。それはね、高校2年の時だったかな。そう、だいたい20人ぐらいのメンバーだったな。そう。で、リトルマンテートっていう、ジョディ・ホスター主演の映画を上映した。うん。まあ、高校生、最終的な収益は200万ぐらいだったんだけど、まあね、かかったお金もやっぱりそれくらいあったの。赤字ではなかったんだけど、まあ利益も出てなかったと。そう。まあそういった中で、私は、映画のね、映画フィルムを回す、映写技師の勉強をして、まあ、映画館でバイトした頃もある。うん。まあ映画にそれなりに近かったし、まあ、写真学校に通ってる頃は、まあ映画の世界に入りたいなって頃もあった。そう。で、まあ写真学校では、難しい映画のね、見方っていうか、まあそういう、映像言論みたいな授業もあって、まあ、いろんな映画の見方があるんだなっていうのを勉強したりしてたのね。まあ、それで映画自体は好きなんだけど、なんとなくね、距離があったんだよ。そう、そこに、今回さ、やっぱ、縁があって見に行った映画から、やっぱ映画って面白いなってことになり、たくさん見た結果、でも、見るよりもやっぱり作りたいよねって、やっぱり私はコンテンツを作る方が好きなんだってことを発見し、再確認し、ポッドキャスト、YouTube に戻ってきて、で、ポッドキャストを始めたっていう流れなの。まあ、そんなわけでね、そう、今日もね、ようやく、いつものね、職場に着いたので、これで終わりになりますが、また明日も、新たなテーマで話していきたいと思いますので、皆さん、楽しみにお待ちください。この配信は、これからすぐね、6時にはスプーンで配信されます。で、YouTube に関しては、1時にアップするっていうのを、今日からしたいと思うんだけど、まあ、ちょっとどうなるかわかんない。そう。他の、ポッドキャストのプラットフォームに関しても、おおむね13時ぐらいに配信が始まる予定です。そんなわけで、今日も一日皆さん、素晴らしい一日をお過ごしください。もちろん、私の一日は今日も素晴らしいことに決まってます。では、良い一日を。またね。まこねでした。これでね、保存し忘れて切っちゃうと、